ビフォーをご覧の皆さん、どうも生駒浩二です。私生駒浩二は9月の20日にファーストフルアルバム12を発売いたします。それに伴いインストイベントなど、ツアーなどいろいろ決まってきておりますので、詳しくは生駒浩二のホームページ Q のホームページでチェックしていただけると嬉しいです。そうですね、近しところで言いますと9月の30でしたっけ、9月30日、下北沢のろくでもない夜フリーライブいたします。無料ライブです。ぜひ遊びに来てください。そして10月の7日に大阪で、無料ライブします。こちらクラッパーと言いまして、ビッグステップの近所かな、そこでもやりますんで、ぜひ無料ライブなんで遊びに来てください。そして、ビフさんから、いつもお世話になっておりますけども、ビフさんからの質問で、生駒さん1日猫になれるとしたらどう過ごしたいかと。そうですね、僕はちょっと猫になるとしたら魚を猫の舌で味わってみたいと思います。人間の舌で味わう魚類は分かってるんで、猫の舌で味わう魚類をちょっと味わってみたいなと思います。はい。そしてビフさん、いつもインタビューなどでお世話になっておりますし、いつも深いインタビューとかありがとうございます。これからも今後ともよろしくお願いします。そして生駒浩二の9月20日に発売のファーストアルバム12、ぜひ皆さんゲットしてください。またライブで会いましょう。生駒浩二でした。